こんにちは、今日はキセル山2の解説をしていきたいと思います。これを見る前にキセル山1を見ていくことをお勧めしたいと思います。ちょっとずつ応用していきたいと思います。はい、というわけで問題、1×3分の1+3×5分の1+5×7分の1+7×9分の1。さあこれ見てもらったら今までと違う点がありますよね。キセル算1でやったのは、ここが連続してました。1,2,2,3,3,4,4,5 とかね。2,3,3,4 とか。今度は、1,3,3,5,5,7。1個飛ばし。まあ、奇数ですよね。奇数だけがここに載っているということで、ちょっとやり方が変わってきますので、ご注意くださいと。はい、それでは解説をしていきたいと思います。さあ、前回と同じように、まずは、なんて言うんでしたっけ、部分分数分解でしたよね。部分分数分解をしていきたいと思います。では 1×3 分の1、ちょっと1よりもそうだな、3の方が分かりやすいので3でいこうかな。 3×5 分の1にしますね。 3×5 分の1を、前回と同じように分解すると、3分の1、と3と5でしたね。3と5で分解して引き算をするんでした。こう分解すると、今回どうなるのかというと、こっちの計算が15分の1に対して、ここの計算が、ちょっと計算してみますね。はい、こうなると。15分の2になると。でもこちらの答えは15分の1。もちろんですけど、分解するときはその答えは変えてはいけませんので、これで変えると答えが15分の2になるので、ちょっとまずいことが起きると。ただ、こちらが15分の1で、こちらが15分の2。これをすることによって、出てくる答えがちょうど2倍になってます。15分の1に対して15分の2。だから2倍の答えが出てきちゃうってことですよね。だからどうするのかっていうと、調節します。今3分の1-5分の1が15分の2であるとまずいと、15分の1にしないといけないので、これに2分の1をかけてみたらどうですか。ここの答え15分の2ですよね。15分の2に2分の1をかけると15分の1になると。こちらも15分の1ですので、これはイコールと言ってもいいです。このように分解していきます。今こちらは15分の1でした。こちらも15分の1になってます。だからこれをこれに置き換えても問題はないということです。この2分の1っていうのは、いわば15分の1にするための調節役だと思ってください。調節する倍数。調節の倍率ですね。調節する、倍率だと思ってください。だ時には3分の1かもしれないし、4分の3かもしれないし、変わってきます。自分で考えましょう。ここはね。2分の1と。今回は2分の1。なぜか、15分の1に対して15分の2が出てきたから、2分の1かけることによってイコールにしたということです。そしたら、他のやつでも成り立ってるかどうか確かめますね。じゃあ、11×13分の1で、まあ、とりあえずやってみたと。これも、11分の1-13分の1を、まあ、どこかにやると。143分の13-143分の11。なので、これも143分の2が出ますよね。ここが1に対して2が出ます。で、非常にまずいので、これも、やはりかける2分の1。っていう調節役が来ると。いうことです。はい。これを利用して、今度は、こちらの問題を解くんですけど、やってみましょう。はい。では、分解していきたいと思います。1×3 分の1は、1分の1-3分の1の2分の1であることをちょっと確認してみてください。こちらの答えは3分の1。ここの括弧の中身の答えは3分の3-3分の1で3分の2なので、
2分の1をすることによって3分の1になってると。だからこれがこう置き換わるっていうことです。残りも全部やっていきたいと思います。3分の1引く5分の1の2分の1、次、5分の1引く7分の1も2分の1、7分の1引く9分の1も2分の1、はい、になります。そしたらここの括弧の中身の計算が、2倍の答えが出てきたので全部2分の1にするわけですが、次に2分の1を最後にやることにします。つまり2分の1で分配法則をかけるとこういうことになります。2分の1を最後に計算するとかね、1分の1引く3分の1の2分の1だけど最後にやるので、次ここいきます。3分の1引く5分の1、次ここいきます。5分の1引く7分の1、で次7分の1引く9分の1にまとめて2分の1をかける、分配法則です。はい、これ計算します。するとさあ、これがキセル算たるゆえんですね。ここが計算しなくてもよいと。引く3分の1、足す3分の1で消える、消える、消える。最後が残りますね。はい。やはり今回も最初と最後が残りますが、やはり引き算が残ると。ということで最終式。1分の1引く9分の1の2分の1倍。9分の9なので9分の8かける2分の1なので9分の4というのが答えとして出ます。今回はキセル算2ということで、普通に分解してもイコール関係にはならないならない問題は自分で調節役を考えると。今回は2分の1でしたと。また別のパターンではここの倍率が変わってきますので、それは自分で考えて出してみましょうという問題でした。それでは例題に行きたいと思います。さあ、今回書いておきました。はい、例題。4分の1足す28分の1足す70分の1足す130分の1を計算してみたいと思います。さあ、今回なんですけれども、やっぱりキセル算の特徴として数字がね、こう徐々に増えていっているっていうのはあります。今までもそうでしたよね。先ほどの問題も、3、5、15か。3、15、35、63みたいに掛け算がどん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 大きな数字になっていくので、ちょっとずつ増えていくっていうイメージがあります。はい、こうなってるとキセル算は怪しんでくださいね。でそこで分解します。2つの掛け算にしてください。4いきます。4、まあ 1×4 か、まあ 2×2 になりますけど、まあ 2×2 とやっても意味ないので、まあ 1×4 と予想しましょう。1×4。で、キセル算の特徴として、はい、先ほどのとこに戻りますが、ここが共通してるんですよね。共通してるから最終結果消えるわけで、共通してないと意味ないものになります。よろしいでしょうか？そうすると、1×4 のぜひ4を共通させてみてください。すると、4×7 が28。で、7を共通させてください。7×10。はい。で、10を共通させたら、10×13。はい。今度はこのように分解できました。はい。では、早速分解していきましょう。まずは 1×1/4。ですね。1×1/4は、とりあえず1/1-1/4をやってみる。はい。やってみるとどうなるのかっていうのを検証する。本来の答えは1/4ですが、分解した結果の答えは1/4になります。つまり1/4に対して1/3、3倍の答えが出た。だからどうするのか。無理やり1/4にします。そのために調節役を考えるでした。ここです。何をかけたらイコールになるのか。1/4に対してこちらが1/4。何をかけたら1/4でイコールになるのか。ここの3が邪魔ですよね。だから消すのを考える。3/1で消す。
はい、調節役の数字は3分の1です。3分の1をすることによってイコール関係を成り立たせます。はい、次どうでしょう。 4×7 分の1、4分の1引く、7分の1、こちらの答えは28分の1ですが、こちらの答えは28分の3ですか。やはりここも3分の1です。はい、どうやらお気づきでしょうか。1と4がこれ4分の4引く4分の1、ここの4がこちらに現れ、ここの1がここに現れることになる。4分の4引く4分の1、これ28分の7引く28分の4、7引く4の結果で分子が3。言ってる意味わかりますかね。どういうことかというと、28分の7引く28分の4。ここの7がこちらに現れ、ここの4がこっちに現れるわけね。だから分子に3が残るでしょっていうことです。分子に3が残るから3分の1を計算していると。だからここの差が3であったら、ここも3、分子に3が残るので3分の2するっていうことですね。先ほどのちょっと振り返ってみましょうか。先ほどの振り返ると、ここが2分の1でした。さあよく見ましょう。3と5の差が2、11と13の差が2だから2分のっていう数字が出てるわけです。13と11が、来ますもんね。143分の13引く143分の11が来るので、143分の2が残るので、ここに2が現れるっていうことです。なので今回ここの差が3なので、調節役の数字は3分の1ということがわかるわけです。そうすると1,4,4,7,7,10,10,13は全部3ずつ増えてます。ので調節役の数字はすべて3分の1になります。はい、それでは3分の1として実際式を書くと、1分の1引く4分の1の3分の1が4分の1のことです。これが4分の1のことです。4分の3かける3分の1でね。で、次に4分の1引く7分の1も3分の1です。で、次に7分の1引く10分の1も3分の1で、10分の1引く13分の1も3分の1。を3分の1を最後にまとめてするんでしたよね。1分の1引く4分の1。ここです。4分の1引く7分の1。7分の1引く10分の1。10分の1引く13分の1をまとめて3分の1倍します。はい、そうすると真ん中が消えます。はい、残るのが1分の1と引く13分の1の3分の1。はい、ということで答えは13分の4ということになります。はい、ここでも、暗記っていうよりかは、ここの調節役は自分でぜひ考えるようにしてほしい。今回は3だから3と言いましたけど、別な場合ももちろんあるわけで、ここの分子がね変わっちゃったりするケースもあるので、自分で調節役を考えるっていうことを毎回心がけてほしいかなと思います。はい、というわけで、キセル算2の授業を終わりたいと思います。ありがとうございました。